皆さんこんにちは、ほんちぃです。今回は私のおすすめコスメを紹介させていただこうと思います。少し前に私が普段レギュラー陣として使っている一群の基礎化粧品をご紹介させていただいたんですけど、今回はコスメを紹介させていただきます。別にそんなにスペシャル的なものを使ってるわけじゃないんですけど、まあコスメももう長年いろいろ使って、それぞれこれに落ち着いたなっていうのがもう決まってきたので、今回はそれをご紹介させていただきます。まずはですね、メイクする前に私最初に年がら年中絶対日焼け止めを塗るんですけど、でやっぱ紫外線で焼けたくないん でやっぱね、年齢重ねると、私20代の前半とか10代の頃って本当に日焼け止め嫌いで塗ったことなかったんですよ、本当に。で別に日に当たっても何一つ気にしてなかったんですけど、やっぱね20代後半になってくると、20代前半の頃にやってしまった時のシミが浮き出てくるんですよ。それをすごいやっぱり後悔してて、だから今の若い子みんなには絶対に日焼け止めを塗ってほしくて、大人になるとシミとして出てくるんで体中に、それをやっぱりないように日焼け止めは絶対塗ってほしいなって思います、綺麗な肌を保つために。私が使ってるのがラロシュポゼというこの50プラスの日焼け止めを使ってます。これ田中みな実さんとかすごい有名な著名人の皆さんも使ってるぐらい有名な日焼け止めで、めちゃめちゃいいです。ちょっと出しただけでも伸びがめっちゃ良くて、これ私1本だけで結構1ヶ月半とか2ヶ月ぐらい使ってるんで、これすごくおすすめです。私は自分の肌的にピンクベージュ使ってます。色はもう一色あったかな、確か。で、続きまして、まあ結構ね、基礎化粧品もそうなんですけど、私やっぱ韓国製品めちゃめちゃ使ってるなって思って、今回見直した時に。クッションファンデ使ってます。クリオの。クリオのこのシリーズの2番の、これはベージュピンクかな ?BP だから。を使ってます。こうやって中にパフが入ってまして、で、最初買うともう一個中の替えが一緒についてくるんで、1個買って2個お得みたいなところがあって、私はあんまりファンデーションが好きじゃなくて、なんか重たいなって肌が感じるし、あと自分の肌質的にあんま合わなくて、ベース、化粧水、乳液全てが入ってるのがこのクッションファンデって言われてるんですけど、これ私すっごい好きで、なんでかって、あの韓国人の方のそのよくあるツヤ肌、あれ水光肌って言うんですけど、私あれにすごい憧れてて、どうやったらああいうなんかツヤが出る綺麗な肌になれるんだろうっていろいろ研究した結果、韓国の皆さんはもうファンデーションっていうよりも結構クッションファンデを主に使ってる人が多くて、だからそういうのを参考にさせてもらって、だから私も結構その一応こうツヤ感あえて出してるんですけど、まあ、あのよくね、男性にはテカってるって言われるんですよ。それはテカってるんじゃなくてツヤ出しだっていつも言ってるんですけど男性で分かってくれなくて、そういうとこ。私はこのクッションファンデを使ってて、もファンデーションみたいな重みもないし、これ1個やっただけで結構ニキビとかニキビ跡とかシミとか全部隠れるんで、めちゃめちゃおすすめです。でこれをベースでやります。そしたらもうほぼファンデーション的役割は終わりで、その次にさらにこうクマを消したりとか、私皮膚がめちゃめちゃ薄いっていうか、ヘアメイクさんにも言われるんですよ。なんでその血流の流れが悪い日とかって結構クマめちゃめちゃ出やすいタイプ で、特に私クマの中でもめちゃめちゃ紫色のクマが出やすくて、それって結構厄介なクマなんですよ。いろんな色のクマがあるんですけど、そうすると結構オレンジのコンシーラーとかを使った方が隠しやすいって教えてもらったりとかしてて、でもなかなかファンデーションよりもコンシーラーが自分に合うものがなくて、いろいろこうヘアメイクさんに教えてもらったりとか自分で研究した結果、このイプサのコンシーラーが一番いいなと思って、3色入ってて、最初この一番下の白のやつでちょっとこう白みを出して、さらに上でこの2色をうまいことその日によっての自分の肌の色で合わせて混合して紫グマに合う色を出していくっていうので使ってます。これニキビにも使えるんでめちゃめちゃ良くて、でさらに例えばフェスティバルとかそういうより人と近くなる時とかって、より隠したい時ってあるじゃないですか。その時に私もこれ使いすぎてもうロゴ消えちゃってるんですけど、資生堂のそのカバーのコンシーラーも使ってて、
これもめちゃめちゃカバー力あるんで、もう今日一日長いなって時とか、さらにこう人と近くなるから隠したいとこ見られたくないなって時はさらにこれを使ってより隠します。もうこの2つのコンシーラーが私の中で殿堂入りで、もうこれ以外使えないぐらいめちゃめちゃおすすめで好きです。で、さっきも言ったように私は基本水光肌にしたいタイプで、ツヤを出したくって、その上に粉とかを足したくなくて、で、基本的にはこのイニスフリーのお粉を使うんですけど、このまま使っちゃうとツヤ感を出せなくなっちゃうんです。ツヤを消しちゃうんで。私基本的にコンシーラーとかは別なんですけど、アイシャドウとかに入ってる筆ってあるじゃないですか、最初から既存でついてる。私あれ一切使わなくて、あれ使ってもいいんですけど、結局アイシャドウっていろんな色が入ってるじゃないですか。だからいろんな色を混ぜて使うから、その色がくっついちゃってて、本来出したい色ってあんまり綺麗に出せなかったりとか、まあ筆がねそもそも既存で入ってるあまりいいやつじゃなかったりするんで、あんまり色のりが悪くなったりするんですよ。なんで私これもヘアメイクさんに教えてもらったんですけど、基本的にやっぱりブラシを別で買って、ブラシでのせる方が色持ちもいいし、すごい綺麗にのるし、めちゃめちゃ良くて、私は絶対メイクするときにもう別でこうやって自分で筆を買ったやつで使ってやってます。ツヤ感は少しだけ抑えたいって時はこの大きめのブラシでほんとサササってやって、サササってのせるだけで、もうそれだけで収まるんで、これでお粉終わりなんで、これでベースメイク終わりになります。で、こっから、でこれも私殿堂入りで、もうこれ何個目だろうって感じなんですけど、やっぱりハイライト大事ですよね。こう白く見せる目のクマの部分とか、あと鼻筋とか、私は MAC のミネラライズスキンフィニットライトスカペード、このフェイスパウダー使ってます。これめちゃめちゃ綺麗なんです。あんまりカメラじゃわかんないけど、めっちゃ細かい光沢が出るキラキラが入ってて、これもちょっと斜めに毛が入ってる、これでこう取って鼻につけて、目の下につけて、さらに目の下につけてってやってます。で、さらにこれです。こっちのフェイスパウダー、これはちょっと若干茶色めになってるんですけど、これ何に使うかって、また別のブラシで取ります。で、このフェイスラインにのせます。こうやって、で、今もうつけちゃってるんで違いビフォーアフター難しいんですけど、私は基本ここと、これでまたちっちゃいブラシにとって、ここの鼻筋の部分とここにつけます。なんでかって、ここにつけると若干凹凸ができるんで、フェイスラインが細く見えるんですよ。詐欺ですね、いわゆるで、鼻筋のにのせるとここの軟骨の部分が影ができて細く見えるんで、鼻高効果が出るんですよ。で、さらに私自分の顔の中で一番コンプレックスなのが鼻なんですよ。結構団子っ鼻で、私さすがに整形するわけにもいかないんで、ここを自分でここに乗せて、さらにこの鼻幅を影でごまかして、少しでも鼻を細く高く見せる効果をこのフェイスパウダーを使って詐欺ってますこれ結構やるとやらないとで全然違うんで、私あんまりチークつけないんですけど、自分の顔の作り的に、私ちなみにこれチーク乗せてないんですよ。なんか自分の顔の作り的に頬骨にピンク乗せると結構幼い顔になっちゃうし、なんかチーク乗せてますって顔になっちゃうから、私はあんまりチーク乗せないタイプなんですけど、まあたまに気分的に変えるときはこのクリスチャンディオールのこのピンクの色10番を使ってます。これとっても発色がね綺麗でいいんですよね。あんまりねチークは乗せないんですけど。ベースが終わりまして、眉毛描くとき私もこれずっと使ってるんですけど、ケイトのアイブロウペンシルで、これがペンシルにもなってるし、こっちのチップ式にもなってるやつで、その日の自分の眉によってなんか色を変えたりとか、ファッションで色を変えたりとかで、最後このアイブロウのパウダーでちょっとぼかしたりとかして形作ってます。で、これもこの3つを使ったり、このブラシもこの細い2本を使ったりとか、あと日によってちょっと太眉にしたいなって時はこのアディクションの別で買った、さらにもっと太く綺麗にラインが描けるブラシを使って描いてます。ちゃんと使い分けてやってます。ちなみに私は結構眉の色を自分の目の色と合わせてるんですけど、眉の色と目の色が違うとなんか浮いて見えたりするんですよね。髪の色もそうなんですけど、私結構目が茶色いんで、基本的に眉毛も茶色系で合わせて描いてます。
なんか黒で描くとねすごいなんか浮いて見えるんですよ、私眉毛とかが。だからなんか自分的には結構茶色がしっくりきてて茶色を使ってますね。であとやっぱりあれですよね、アイシャドウ。アイシャドウもその日のファッションとか気分とかで買えるんですけど、比較的やっぱり私アイシャドウのクリオを使ってます。で特にこのクリオのアイパレットが私すっごいお気に入りで、10色入ってるんですよそれぞれ。で私がよく使ってるのはこの1番と2番のピンク系とブラウン系を使ってるんですけど、その日の気分によって混ぜ方によって本当にいろんな色になれるし、いろんな色が入ってるからアレンジもしやすくてめっちゃお気に入りのパレットです。ちょっとね他にもね何個かあるんですけど、全種類買おうかなって思ってぐらいお気に入りで、このクリオのちっちゃいアイシャドウもこれ13番のモノコーラルっていう色ですね。これはベースに使ったりとか、今日涙袋に使ってるんですけど、で他にもめっちゃ落として割れちゃったんですけどマックのちょっと薄ピンクのアイシャドウ、これもすっごいお気に入りで、涙袋をなんか目立たせたい時とかキラキラつけたい時に使ったりとか、これはポイントで使ってますね。であとはたまにちょっと目元をかっこよく見せたい時とかはこのシャネルの358番グレー系ですね、グレー系使ってます。日々その日の服装とかファッションによってアイシャドウの色を変えるのもなんかおしゃれの一つだなと思ってて変えたりしてます。私がその中でも特に一番使ってて今日も使ってるんですけど、ルナソルです。ルナソルの1番、これは何個目だろう、5個目ぐらい使ってます。ベースがちょっと明るめのブラウンなんですけど、これがね万能すぎてめちゃめちゃ好きで超使いまくってます。まあ、こんな風にアイシャドウはいろんな色を使ってるんですけど、まあ、主に1軍ってか私基本1軍しかないんですよ。女子の YouTube を見たりするんですよ、おしゃれ女子の皆さんの。で私もメイク勉強させてもらったりとか、あこういうメイクしてるんだこのアイドルちゃんはとか、モデルさんこういうメイクしてるんだって研究させてもらったりしてるんですけど、まあ、皆さんめちゃめちゃ持ってるじゃないですか、出してるやつ以外でも。私はあんな風に持ってなくって、基本的には自分がお気に入りで使ったものをずっと使うタイプなんで、もう逆にこれも使ってみようこれも使ってみようってあんまないんですけど、でもだからこそ私はずっと使ってて、もうずっとリピートしてるからこそめちゃめちゃ自信を持っておすすめしてるものしかなくて、何回もリピートして使ってるものを皆さんにおすすめしてます。でアイシャドウ終わったらやっぱりマスカラいきますよね。私これマスカラこれも何本目かわかんないんですけど、まずビューラーしますよね。私は資生堂のビューラーを使ってます。これが一番こう眉まつげが上がる気がするので、これで上げた後に、あんまりベース使わない人の方が多いんですけど、私はこのこれどこのブランド、あベネフィークのこのマスカラベースを使ってます。なんかベース青色に見えるんですけど、これ透明になります、つけたら。これでより上げますまつげを。でさらにその後ランコムで、これめちゃめちゃ上がるんですけど、こんなのってこんな U の字みたいになってるんですけど、これでさらに上げます黒く。でそれが終わった後にこれニトリ優秀なんですよ、ニトリのホットビューラー使ってます。これ400円ぐらいだった気がするしかもちっちゃくて持ち歩きやすいし、これをつけてからマスカラをやって最後にホットビューラーでとどめを刺すみたいな、したらピュン上がるんで、ピュンって目力大事。これで上げてます。であとはラジオの生放送とか今日とかもそうなんですけど、さらに光沢を出したいとき、シャネルなんですけどのフェイスカラーボームエサンシエルスカルプティングっていう、こういうスティック状になってるやつなんですけど、さっき私が紹介したマックのフェイスパウダーのスティック版みたいな、でちょっとクリームチックになってるんですよ。で例えば目の下をさらに輝かせたいときとかにこうやって塗るとめっちゃ輝いて見えるんです、反射で。ちょっとわかるかわかんないんですけど、鼻とか今すでにもう塗ってるんで、これ以上塗ったらテッカテカになっちゃうんですけど、さらに塗るとさらに光るんですよ。わかります？わかりづらいか、上から足してるから。とにかくツヤ出し命、美白命でいろいろ試してます。っていうのが私の第一軍レギュラーメニューを紹介させていただきました。だいたい10分15分でメイク終わるんですよ、簡単な顔なんで。ペッペッペッ適当に重ねてやってるんで、全部の最後の仕上げの時にこのイニスフリーの仕上げ用化粧水を最後顔にパーって振ります。そうするとより崩れづらくなるっていうね、最後の1本とどめの1本です。こんな感じかな。ちなみにブラシは
6プラスっていうブラシのとこブランドを使ってます。3、4000円ぐらいで買えるんで、で中にねこれが入ってるんですよ。ブラシもヘアメイクさん曰く、やっぱブラシも毎日使うと菌が発色しちゃうんですよ。でちゃんとブラシもメンテナンスをしてあげた方がいいみたいで、私も教えてもらってやってるんですけど、そのボトル忘れてきちゃったんで皆さんに画像でお見せするんですけど、 MAC のブラシを洗う専用のクレンザーがありまして、このピンクのボトルなんですけど、私はこれを使って土曜とか日曜ぐらいに今週もありがとうございましたって気持ちを込めて、ブラシを1時間ぐらいかけて、キッチンペーパーでも何でもいいんですけど、クレンザーバーって出して、こうひたすらブラシのについて先端のこの汚い菌とかいろんな色のアイシャドウとかをバーって落として、そうすると綺麗に真っ白に戻るんですよ。そして皆さん、一番大事なポイントを忘れてしまいました。アイライナー、ウズのアイライナーです。このウズのアイライナーはいろんな色がありまして、私が特に使ってんのが、このたまにポイントで描く白のアイライナーと、これがピンクのアイライナー、そして一番ベースで使ってる黒のアイライナー、あとちょうど今切れちゃってるんですけどブラウンのアイライナーのこの4色を第1群コスメとして使ってます。私目の形的にちゃんとくっきり二重なんですけど、目が結構パッて印象的って言っていただけることが多くて、大きい方なんですけど、なんでこう目頭からアイラインを引くとめちゃめちゃきつい目になっちゃうんですよ、自分の印象的に。で私はアイライナーは柔らかい印象を作りたい時は一切引かない時もありますし、今日みたいに撮影の時とかは私は逆に目頭をちょこんってちょっと引くぐらいです。本当にこの辺からピッて引くぐらい、インライナーで中側に描いたりとかするんですけど、私はそれも結構きつくなっちゃうイメージがあるんで、自分の中で目尻からちょっとだけ引くのをポイントにしてます。こんな感じです。はい、ということで今回は私のおすすめのコスメを紹介させていただきました。少しでも皆さんの参考になっていたら嬉しいです。ぜひ試してみてください。次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。